ありがとうございます。ポルノグラフィティの名曲からアゲハチョウという曲をお送りをいたしました。本当にですね、去年の夏ぐらいからこのお二人じゃあ一緒にやりましょうかって言って、少しずつ曲をためながらストリートに出たり、また他のお店の演奏をしていてですね、でもうこちらのサロコンのスタッフの玉田さんにちょっとバガットで出させてくださいよと。で、まあ、ようやく本日が実ったわけなんですけれども、このサロンコンサートを演奏するってなるとですね、前半と後半2つのステージをこなしていくことが必要なんですね。となると曲がやっぱり足りないなっていうので、もう春からこれも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 って言いながらだん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 作り上げて、やっと曲揃ったのが先週土曜日でしたのでね、本当に私たちにとってはスリリングこの上なかったんですけれども、まあ、そんなこともこうお首にも出さず楽しんで楽しんで演奏してまいりたいと思います。でも本当にもうサロンの会場は皆様お客様も温かいですしね、音も素晴らしいですから元から大好きなんですけれども、このバガットの2人の演奏も私もいつもすごくワクワクして演奏するんです。ですのでこのワクワク感をぜひ共有できたら嬉しいなと思いますね。それでは前半のステージあと2曲お送りをしてまいりたいと思います。今度はまたちょっとしっとりとしながらだんだん軽やかにアレンジをしてまいります。これもラブバラードの名曲でラビンニューという曲です。普段私もトリオの演奏でするときが多いんですが、バイオリンとギター、また少し変わった雰囲気でお楽しみください。